勝負。蝶の Y。ターブレ。大村先の飼育を中心に腸活している林太郎です。はい。ということで今日も自然にやってきました。超気持ちいい。はい。響き渡りました。一人です。大丈夫です。はい。ということで今日は前回ちょっとお話しさせてもらった蝶々こんなとこに行ったら見つけやすいよっていうのをちょっとお話しさせてもらったんですけど、まあいっぱいあるんですけど、それってまあ大まかに2つちょっと前回お話しさせてもらったんですけど、またその動画はちょっと概要欄に貼っとくんで見ていただけたら嬉しいんですけど、さらに今日はワンポイント今日はお話ししようと思います。はい、どんなところで見れるかなんですけど、ここね、こういった林縁部、林の間、林縁部、蝶々よく見ないですか？見かけますよね。こういったところでね、よくね見かけるんですよ。まあアゲハチョウの仲間、まあ長崎アゲハとか、まあ、キアゲハとか、こういうところでね黒アゲハとか見かけるんですよ。で見かけるじゃないですか、飛んでいく。でしばらくしたらあれ、また同じような蝶を見るなっていうことよくあるんですよ。これにはねちゃんと意味があるんです。そうなんです、蝶々ってこのアゲハチョウの仲間によく見られる行動なんですけど、同じところ同じルートをぐるぐる回っている蝶がいるんですよ。まあその行動のことを蝶道、蝶の道、蝶が通る道で蝶道と言われています。すごくないですか？そうなんです、すごいんですよ。でその、まあ、好むところがあって、まあ、こういう林縁部、緑があったりする林縁部で、さらにまあ暑すぎず寒すぎずいい環境で、でもうその中のこの通るうちにまあ卵も食草の木、食樹だったり木があると、そういうところにやっぱり蝶、アゲハチョウの仲間は好んでこうぐるぐる回るんですよ。でなぜ回るかと言いますと、まあ、やっぱりオスとメスが出会う可能性が上がるんですよ。そのことによってやっぱりね、蝶々もやっぱり子孫を残したいんで、オスとメス出会いたいわけなんですよ。でやっぱりそういった好んだ好む同じような好む環境のところをぐるぐる回ることによってオスとメスの出会う可能性を上げてると言われてるんですよ。すごいですよね。だから蝶々も考えてるんですよ。面白いですよね。そのちょうどそれをちょうどというんですけど、でですよ、アタックチャンス。それを逆手に取るんですよね。だからぐるぐる回るんで、一回そこ見たらそこにまた戻ってくる可能性があるんで、そこで待ち伏せ作戦をすると、網持って待ってたらもう一回回ってくるんで、それをゲットするというわけなんですよ。でまあ絶対帰ってくるっておくこともわけでもないんで、そういうこともいろいろあるんで、まあ一つは挑戦なんですけど、やってみてください。でまあ待っとくのはちょっとっていう方やったら、そのクロアゲハとか、ね、長崎アゲハ一回通ったところ覚えといて、そこに頻繁に行くようにしましょう。じゃあ出会える可能性が高いです。はい、面白いでしょ。だからその習性を逆にまあ利用すると、あれですよ、全部捕まえて標本にするとかいうわけじゃないんですよ。取ってまあ網して観察し、網に入れて観察して放してあげるのも昆虫採集の一つですから。昆虫採集って全部捕まえて、ダメにするわけじゃないんでね、捕まえてじっくり観察して逃がしてあげるっていうのも昆虫観察の一つなんで、そういったこう調度とかいうのも一つ知ってれば、そうやってね蝶々もじっくり観察できる、可能性が上がるんで、ぜひ調度を見つけてみてください。面白いんで。林縁部の、まあ、緑がよく多くあって、まあ、暑すぎず寒すぎず、まあ、で所々にちょっとこう食草食事があるポイントっていうのをちょっと見つけたり、まあ、何気なく歩いてて、まあ、その蝶々を飛んでたところをもう一回行ってみるとすると、まあ、出会える蝶々に出会える可能性が上がるということです。はい、でもうちょっとね、時期は今もう秋深くなってね、もう落ち葉いっぱいありますけど、もうアゲハチョウはさなぎで冬を過ごす蝶なんで、もうねもういないでしょうね。ほとんどもうほぼ見れないです。もうほとんどみんなさなぎになっちゃってて、冬越しの準備に入ってると思います。なんでその蝶道の動画は今は撮れないんで、やりましょう。やりましょう。見たいですよね。僕が体を張ってリアル蝶道をやってみようと思うんで、そちらを見ていただけたら嬉しいです。ちょっとでもね笑ってもらえたら嬉しいです。で、まあ、気に入ってもらえたりしたら、いいねやコメント、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。励みになります。ということでリアル蝶道をちょっとねこの後やってみようと思うんで、そちら
ご覧ください。どうぞ。はい、ではリアル調度やってみます。はい、僕はオスです。オスですよ。オス調と思ってくださいね。で、あそこにメスがいます。もうその設定で見てくださいね。いきますね。これが調度です。リアル調度です。メスに出会いました。アピール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 。オスはメスにアピールします。蝶の舞、蝶の舞、戯れ、蝶の舞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 、戯れ、蝶の舞、蝶の舞、戯れ、蝶の舞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 、倒れ。アプローチはうまくいくとは限りません。寂しくオスは去っていくことが多いです。ということで、こんな風に調度をアゲハチョウの仲間は調度というこういうね林縁部の道、日当たりがよく良すぎず悪すぎず、さらに食臭や食場や食草や食事があるところを好んでこうぐるぐる回ると。でメスを見つけたらオスはこういったアプローチをすると。それでうまく結びつかれたらつけたらそのメスは産卵に向かうということですね。はい、しんどいですね。すごいですね。これぐるぐる回るってすごいですね。僕はもうちょっとすぐバテちゃいました。改めてねこの身をもってね調度をやってみて分かりました。蝶々すごいぜ。蝶々すごいですわ。やっぱりすごいですわ。はい、ということで、まあ、最後は、まあ、せっかくこの格好したんで一言で終わろうと思います。胡蝶忍、蝶の舞、タムレ。ではまた次回蝶のお話でお会いしましょう。さよなら。最後まで見てくれてありがとうございます。気に入ってくれたらいいねやコメント、チャンネル登録お願いします。またフライ今日は今までのどんな時より今は